朝日か。ついに大晦日を迎えましたね。ここまでは異常なし。はい。除夜の監視を担う一族の者として3年連続の失敗。さて、お主に恨みはないが、我の役目を果たすとしようかな。で、一体どうすりゃ煩悩。除夜の鐘つきと言ったじゃろ。とにかく叩いて叩いて叩きまくるんじゃ。これがジョヤ。またすごい煩悩だな。君が悪いわけじゃない。君もまた身に余る煩悩のせいでも、だからこそお役目様たちはもちろん、あの気空団の方々にも毎年のように助けられましたね。そうじゃの。いずれ正式にお礼をせねばならんな。あ、お歳暮の手配はしておきましたよ。はっはー、甘色の君か。なかなかどうして気が利いておる。実を言うとわしの大好物でな。はい、存じておりますとも。ですので今年は青年団で乾杯して。なんやと。もうじき配達される頃かと。村長には皆お世話にな。お主たちありがとう。うわっ、この量は煩悩の臨界点突破、溢れます。なんということじゃ。村長は避難を。悔しいが僕は。キーン。なんだあの消えは。到着です。間に合ったみたいですね。では角度を合わせて自動で前進するように切り替えて。よいしょ。あとは任せたよ、ここ。うん、計算通り故障はありません。さすが。お役目様。マキラ様では。お、村の方々ですか。はい。とんでもない、見事な手際でした。そうですか。実はアンちゃんとアニラ君から近年グランサイファーの人たちにも事前に。そうでしたか。おかげで今年は無事に済みましたね。まだ終わった。村長、どうしたんですか。急がないと。よやしな。また去年と一緒の策ですね。ジョヤ様の先手を打とうなど、十二神将といっても所詮は小娘だ。ボン。さあ、煩悩の人たちよ、あの者どもを捕らえて生贄にする。ボン。危ない、逃げてください。先編番下、侵害神の報告。アンちゃん、村人たちは任せて。マッキー、僕が煩悩を打ち払ってあげる。あちょー。うわー。村長、よかった。このパターンも対策済みですよ。ジョヤは計略を用い。マッキーの計算通りだね。さーて。うわ、この波動は。気をつけて、まだ何か。これは
これほどまでのボ…そんな…万物の断り。ひるむな、ここが少年魔じゃん。アニラ君、アニラ姉ちゃん、すごい、ジョヤの波動を切…マキラの助言をもとに作った護符じゃ。ま…久しいのジョヤ。近年の年神だった我ら三人が揃うのは…だが、お主の暴走は過去に例がないほどの…おお、なんと神々しい。これは今年こそ完全に暴走を収められるかも。では改めまして、今年の年神として鐘をつき、十二神将が一人、西南星の守護神アンチラ、南南星の守護神アニラ、バイル。いざ行かん。アンチラ、我の援護を頼む。うん、アニラ姉さん、全力でぶっ飛ばすよ。任せろ。はいはいはい。アンチョアンチョアンチョ、それそれ。どうだ、我の力を見せてやろうかの。アニラ姉ちゃん、バシッと決めてね。はい、見えた見えた、ちょっとそれ合わせ、それ
彼方にいざ行かん。おい、さすがいい手。さて、ここで問題です。このタイミングで人間再生翼を傾かせる会長ランマ年々再生軽やかに反応前全力レース人間再生ありあたりさ君だれよさようら甘いの翼にも可変性を持たせてマッキーまた船のこと考えてる。おかげさまでお役目を果たすことができました。改めてどうぞ吉名に。